はいどうも、おはでございます。かまいたちの夜トリプル三日月島の事件の真相、続きからやっていきたいと思います。加山さんがまあおそらくこの感じ雑やな、この感じ多分死んだんじゃないかなって思うんですけどね。どうなんでしょう。気になるところではございますが、今回は矢島徹さんをやっていきたいと思います。よっこいしょ。これもしかしたら短いんかもしんないね、3。あくまでほんま2のスピンオフっていうか、2のなんていうの、アナザーエピソードみたいな感じなのかもしれないね。何してんのこいつ、どのタイミングなんやろ。あの小林夫妻をあれかな、手向けとんかな。花を港近くの花屋で買っておいた花束をマリが海へ放り投げる。お盆たって、仏花っていうのこれ。仏花？仏花だよね、きっと。は、たくさん用意されていたが、マリが選んだのは恋人にでも贈るようなバラと、霞草の花束だった。おばさん、バラが好きだったから。すごい、バラが好きって、なんか、女性らしいね。というのが、彼女の言い分だった。いや、ほんとね、こうさ、なんか、文化っていうか、なんか、このお盆はこの花みたいな、聞くとかなんかいろいろあるやん。そういうのじゃなくて、やっぱ本当に手向けるんやったらさ、その人が好きやったものとかをあげる方がいいよね絶対。僕たちは波に揺られ、少しずつ沖へ流されていく花束に向かい手を合わせ、目を閉じた。小林さんたちの遺体はとうとう見つからなかったから、シプールの近くに立てた2人のお墓は空っぽだ。時々お参りはするものの、なんだか虚しい感じは否めない。最後に見た二人の姿が脳裏に浮かんだ。これちゃんと警察この島に捜査に来たのかな。きっとこの水底の水底のどこかで二人は今もしっかりと手をつなぎ安らかに眠っているのだろう。そう、安らかに眠ってください。マリはシプールを継いで一生懸命頑張っています。僕も今はまだ半人前ですが、必ず。顔を上げるとマリがこちらを覗き込んでいた。何を話していたの？いきなり聞かれて慌てた。いや、二人とも元気ですよってごまかすポイントじゃないでしょここは。無事が帰ることにできますようにって。いや、そのつまりこれからのことをね、ここは正直に行こう。実際付き合ってんのかなこの二人。いや、そのつまりこれからのことをね。これから何の？ああ、いや、僕たちのね。私たちの？うん、私たちの何？意地悪マリさんのいけず。いいよ、大したことじゃないから。何よ変ね。さ、そろそろ行こうか。いや、もうさすがに3作目ともなると愛着湧いてくるねこのキャラクターたちに。僕は荷物を持ち上げ歩き出した。あの時折バカなことを言う小林さんがいないのは寂しいけどね。ちょっと待ってよね、何か変よ。別に何でもないって。本当かな。本当だってば。三日月館がその全貌を表すと、僕たちは自然に足を止め、息を整えながら見下ろした。覚悟を決めてここまで来たものの、いざ惨劇の舞台となった忌まわしい館を目の前にするとやはり気が重くなる。ねえマリ、さ急ぎましょう、みんな待ってるわ。マリは明るすぎる口調でそう言い、館への道を進み始めた。彼女もまた当然のことながら不安を覚えているのだと僕は初めて気づいた。僕は彼女に合わせ努めて明るい口調で答えた。そうだね、そうだ、せっかくだから供養の後みんなにシプールに来てもらったら客寄せする気だな。レイコさんの料理を食べたらみんな元気が出るよきっと。なんだっけあの人、全然聖一とかやったよな、権藤聖一やいいわねそれ、積もる話もあるだろうし。マリも調子を合わせてくる。いや、権藤聖一さんもぜひここに来てほしかったな。ポットでで済ましていいキャラじゃないよあれ。館の門をくぐったと玄関の扉が開き、誰かがこちらに手を振った。一瞬キヨさんに化けた京子さんかと思ったが、もちろんそんなはずはない。だって京子さんも小林さんもいないし、みどりさんもいないわけでしょう。こりゃ寂しいよちょっと。背筋をまっすぐ伸びたその人は確かに見覚えあるものの、誰かわからなかった。
ハルコさん？マリがつぶやくように言う。近づくと、確かにそれは香山さんの前の奥さん、ハルコさんだった。あ、これ来た時の話か。まだ館に行ってなかったんだね。僕はシュプールでたった一度会ったきりだったし、あの時はもちろんこんな格好ではなかったから、わからないのも当然だ。マリちゃん、トールさん、よくいらっしゃいました。ハルコさん、お久しぶりです。はしゃいだ声を上げるマリに続いて僕は。相変わらずお綺麗ですね。ついついにやけてそう言った。にやけなければただのおべっかで済むのに。もしかして香山さんと元のさやに戻ったんですか？ぶしつけに尋ねた。失礼やな、こいつ。でもどうしてハルコさんがここにっていうのもまあまあ失礼な気がするよね。まあおべっかかな、ここは。相変わらずお綺麗ですね。ついついにやけてそう言った。まあ、お上手ですね。ハルコさんは照れたように笑う。実際綺麗だったからね、ハルコさんは。輪廻再生の方でぜひ皆さんイラストを。みんな可愛いよ。主にマリが。その笑顔がまた魅力的で、ますます顔の筋肉は緩んでしまう。隣から冷ややかな視線が突き刺さってきて、慌てて顔に力を入れるが、果たしてうまく真顔を作れているかどうかは自信がない。でも、どうしてここに？ハルコさんも招待されたんですか？マリの質問にハルコさんは少し決まりが悪そうに答えた。何でもね、どうしてももう一人必要なんだとか頼まれまして。私も小林さんや京子さんとは長いお付き合いですし、お手伝いさせてもらうことにしたんです。さあどうぞ。かまいたち史上一番できた人なんやない？京子がハルコさんって。ハルコさんは先に立って館の中に戻ったので、僕たちはその後に続いた。以前と同じ回廊を歩くのはとても奇妙な感じだった。が、それにも増して奇妙なのはドアの真ん中に貼り付けられたお札のようなものだ。嫌だよね、実際。自分が泊まりに来たところの扉にお札貼ってあったら。丸の中に五角の星を書いたようなマークの下に流麗なのか下手なのかわからない文字がうにゃうにゃと並んでいる。これは、香山さんが？ええ、使わない部屋には全部貼ってあるみたいですね。ハルコさんが怪訝そうな顔をしていった。あの人のわがままにあなたたちまで付き合わせてしまってごめんなさいね。昔から思い込んだら聞かない人で。こんな館にお金をかけて、おまけに今は祈祷だからお払い高にかかりきりなんです。そうだよな、慰謝料ぐらいもっと払えっていう話だもんな。ハルコさんからしたらこんなことに何千万って金かけてるぐらいだったら。大事なことなんだとか言って、お客様の相手もろくにしてくれないんですよ。不満で住んでるだけいい人だよ、ハルコさん。ハルコさんが僕たちを案内したのは、かつてキヨさん、京子さんが使っていた部屋だった。ドア入ってすぐのところにいくつも服がついた板がかけられていて、そのいくつかに鍵が吊り下げられている。鍵につけられたタグには部屋番号と応募式数字が書かれてあった。他にマスターと書かれた鍵と管理人室と書かれた鍵がそれぞれ一つずつ。マリちゃんは11号室を使ってください。トールさんは16号室ね。ハルコさんは何やらポケットから取り出したメモを見ながら鍵のかかった板を指さす。メモを横から覗き込むと、独特の特徴的な字でとびとびに不自然な部屋割りが書かれている。2号室恵子、3号室ハルコ、7号室かな子、8号室三木本、11号室マリ、12号室はトシオ、そして16号室が僕。男女を分けようというならまだ理解できるが、マリの隣がトシオさんになってるのは気に食わない。まあまあいろいろあるんですよ、トール君。これは、香山さんが？そうなんです。どうしてもこの通りに使えって。なんでもみんなの生年月日とかで綿密に計算して決めたものだから、絶対に勝手に部屋を変えたりしないようにって。生年月日ですか。なんだかバカバカしい理由のようで、ますますが舌が痛くなくなる。私はよく知らないんですけどね。それも祈祷に関係あるそうですよ。まあ特に不都合がなければ、あの人の好きなようにしてあげてくださいな。私たちは別に構いません。ね。マリはそう言って、11と書かれたタグのついた鍵を服から取る。もう通るいいやろ。お前、シュプールで一緒に暮らしてるんやから。まあ、しょうがないね。仕方なく僕は16と書かれたタグのついた鍵を取った。あんな得意かない。僕は12と書かれた敏夫さんの部屋の鍵をもぎ取った。お願いします。マリの隣の部屋にしていただけませんでしょうか。はんなけて懇願した。
まあ C っぽいけどね、トール、俺の中のトールといえば C なんだけど、まあここはちょっとでも男らしい選択肢を選んでおこう。まあしょうがないね。いや持ち主ね、館の持ち主がそう言ってんだからさ、まあ、一応聞いとこうよ。仕方なく僕は16と書かれたタグのついた鍵を取った。その時襖の閉じられた奥の部屋から悲鳴のような奇声と何かを振り回すような物音が聞こえてきて腰を抜かしそうになった。は？ごめんなさいね、あれが祈祷なんですって夏みーって言ってたやつか。加山さんの声ですか。とても人間の口から出ているものとは思えなかった。どっかで修行でも積んだんだろうか。お経とも違うし、神主が挙げる祝詞のようなものとでも、のものとも似ても似つかない。おかしな宗教にでもハマっているんだろうか。それでマリちゃん、申し訳ないんですけど、少し配膳とか手伝ってくれるかしら。他の人には頼みにくくって。なんでマリには頼めるんだよ。ええ、いいですよ。じゃあ、荷物を置いてきます。まあ、マリ、基本的にトール以外にはいい人だからね。2階ロビーは1年前と何ら変わっていないように見えた。異なっているのは階段を上がってすぐの壁面にお札が貼られているくらいか。僕は近づいてそのお札をよく見てみた。他にも変わったところがないか見ました。自分の部屋がどうなっているのか気になった。他にも変わったところがないか見回しとくか。ロビーの中央に2階の見取り図がある。それを見ながらマリの部屋と自分の部屋の場所をもう一度確認した。近くじゃなくて残念だね。どうして？釣れなさすぎるでしょ。行こうか。うん。付き合っててもへこむわこれ。そんなこと言われたら。お札が貼られて、部屋番号が見えない空室の後、11と書かれた部屋があった。マリの部屋だ。じゃあ私は春子さんのお手伝いに行くから、トールは先に皆さんに挨拶してて。うん、わかった。マリが部屋、鍵でドアの部屋を開ける、開けて入るのを見届け、僕はさらに奥へ進んだ。12号室、土壌さんの部屋を恨めしく思いながら通り過ぎる。まあ、トールはトールで、トールじゃない、土壌は土壌でさ、荒れてるから許してあげて。いろいろ苦労してんだよ。再びお札の貼ってある空室が、一つ、二つ、三つ。湾曲した長い廊下を歩いてるうちに、一体どれくらいの距離を進んだのかわからなくなってくる。いつまでも同じ景色が続くんじゃないかと不安になってきたその時。なんか確かにホテルの廊下って結構不安になるよね。ずっと同じ景色やからさ。俺結構苦手なんだよホテルの廊下って。ようやくボテ僕が当てがわれた16号室が見えた。鍵を開け中に入る。去年と同じ部屋ではないが、見たところほとんど変わりない。津波で被害を受けたのはほとんど1階の部分だったから、2階はドアと鍵以外の特に手が入っていないようだ。荷物を放り出してベッドにゴロンと横になると、改めてここが監獄だったことを思い出した。窓のないこの部屋で囚人たちはどんな気持ちで過ごしたんだろう。ぼんやりとそんなことを思いながら目を閉じていると、長旅の疲れのせいもあってか、ほどなく眠気が襲ってきた。これで主人公交代とかやったらビビるで。おー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 おおお。突然奇妙な声が聞こえてきて飛び上がりそうになった。すぐに加山さんの祈祷の声だと気がついたが、僕にはそれがここへ亡くなった人々の恨みの声のようにも聞こえた。正岡さん。もう正岡慎太郎においては本当にかわいそうだからね。もう何のかませ犬でしかなかったもんな。そして夏美さんの恐ろしい記憶が蘇り、急に心細くなる。確かにあんなことがあったところでね、せめて日帰りとかにしてほしいよね。僕は1階の応接室を覗いてみることにした。寝てる間に誰かが到着しているかもしれない。でもお客様の相手もしてくれないって春子さんが言ってたから、もう誰か来てるんじゃない。部屋を出て1階へ戻り、応接室へ向かう。暗い館内を一人歩いていると、まるで自分だけ1年前タイムスリップしたような錯覚がし、嫌な気分になる。応接室は確か1階の西側だったなと思いながら、ついでに食堂や厨房の場所も思い出す。食堂は西の突き当たり、厨房は東側にある管理人室からさらに奥へ進んだところだ。応接室に入ると、まずソファーに腰掛けた三木本さんと目が合った。よう、トール君か。ようやく揃ったかな。あ？君一人か。彼女はどうした？彼女と呼ばれると悪い気はしない。別にそういうつもりで呼んだんじゃないと思うぞ。三木本さんも
そんな風に周りが思ってくれていれば、いずれはそれが既成事実となるんじゃないだろうかって。まだお前一緒に住んでて手の一つも出しないの？お前どんだけ奥手なんだよ。ちょっと春子さんの手伝いよ。どうもご無沙汰してます。お前マリオでよろしく頼むって言われて、あんなことがあってシプールに戻って、二人でほぼ一緒に経営してて、一年も経ってまだ何もしてないの？びっくりするわ。敏夫さんと恵子ちゃんは黙ってうなずく。これで全部？誰か足りないような気がした。かなこちゃんやろ。加山さんが祈祷していて、春子さんとマリは厨房にいる。みどりさんはもちろん来られない。とすると、かなこちゃんはちょっと気分が悪いらしくってね、部屋で休んでるよ。そういえばこの館に来てからかなこちゃん一回も見てないんだよね。恵子ちゃんに聞いたつもりだったのだが、彼女ではなくなぜか三木本さんが答えた。そうですか。それにしてもなんだよあの加山さんの声は。祈祷だかなんだか知らないけど、聞いてるこっちがおかしくなりそうだよ。話題をそらしたかったのか、三木本さんがそんなことを言った。三木本さんも聞きましたか？あんまりうるさいから文句でも言ってやろうと思って、さっき管理人室に行ったんだけどな、邪魔するなって追い返されたよ。わざわざ文句を言いに行くところは三木本さんらしいが、さすがに加山さんには勝てなかったようだ。気迫が違うやろしな今。そういや、で、部屋の部屋に電話があったな。あれって使えるのかな。最後に三木本さんが独り言のようにつぶやいた。背後から突然大きな音が響いてビクッとする。扉の隣にあった置き時計が指示の時報を告げたようだった。おお、みんなソロだよやな。食事もそろそろできたみたいやし、食堂の方に移動しようか。この図体で今のテッ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 っていう足音で走ってきたって思ったら超かわいいな。加山さんだ。祈祷は一段落しちゃうんだろうか。まあ言うてさ、憎めない気のいいおじさんですよ、加山さんも。みんながゾロゾロと食堂へ移動するのとほとんど同時に、春子さんとマリがワゴンを押して食事を運んでくる。手凝りすぎでしょ。ちんまりと盛られたご飯茶碗と、なんとか、これよく見かけるけど、これなんていうもの？汁あんが配られ、それとは別に、お惣菜のようなものが盛られた重箱が置かれる。ごめんね、俺格がなくてね、ほんと申し訳ない。館の雰囲気と以前の記憶のせいで、当然のように洋食を予想していただけに少し意表をつかれた。精進料理みたいやもんな。ああ、お精進って言ってるわ。若い人には物足りないかもしれませんけどね、一応お精進にさせてもらいました。お精進ということは肉や魚は使っていないということだろうか。マリちゃん、どうもありがとう。あとはもういいから座って一緒に召し上がって。はーい。あが大きい文字ってすごいインパクトあるんだよ。みんなよう来てくれた。食べながらでやから聞いてくれ。加山さんがそう前置きして、こんな形で供養することになったそもそもの経緯から話し始めた。まだ聞くの？僕は大体分かってることばかりだったので、春子さんの料理に手を伸ばす。ごま豆腐に生麩の田楽、山菜の天ぷら、手凝りまくってるよ。高野豆腐に野菜の煮漬け、わけぎの白和え、湯葉春巻き。うわー、食いてー。湯葉大好きやねん。確かに精進料理だったが、しっかりした味付けと結構なボリュームのごちそうで、みんな夢中になってる様子だった。加山さんの話など誰もちゃんと聞いてやしない。マリもこの料理のどれかを作ったんだと思うと、美味しい料理がますます美味しく感じられる。1年経ってもまだその熱があるっていうのは逆に通る、めっちゃ一途やな。僕はマリに小声で話しかけた。美味しいね。マリはどれを作ったの？地雷な気がして仕方ないな。やめとこ。毎日こんな料理が食べられたらいいのにな。チラってやつやな。横目でチラってやつや。残念だな。シプールで磨いた腕を披露したかったのに。それはやめとけ、マジで。これが一番の地雷や。トールっぽいのは B かな。で、無視されんやろ。毎日こんな料理が食べられたらいいのにな。チラ。ほんと、春子さん、シプールに働きに来てくれないかしら。それはあの人が泣くよ。ゴンドウさんが泣くよ。レイコさんとハルコさんがいればうちもすごく助かるんだけどな。遠回しのプロポーズのつもりだったんだが全く通じていない。お前も学習しろ。夏美の声が耳から離れんのや。助けてくれ助けてくれ言うて。おいしい
このごま豆腐も春子さん手作りなんですか？と恵子ちゃん。ええ、そうです。すごい、京都の料亭みたい。せやからわしは、私も作れますか？ちょっとごまをするのに根気がいりますけどね。レシピを書いてあげましょうか？あ、私もお願いします。体力も持て余してる人もいるし、とマリは言いながらチラリと僕を見る。何はの根性で。これも美味しいですね。なんていう山菜ですか？僕は口に入れた山菜の天ぷらがあまりに美味しかったので、もう一つ同じものを取り上げながら春子さんに尋ねた。それはタラの芽ですね。旬じゃないから冷凍物なんですけど。いや、冷凍物でも十分ですよ。天ぷらなんていいじゃないですか。タラの天ぷら。タラの芽？タラってあの魚の？タラの木っていう木よ。その木の芽。そんなことも知らないの？まだまだ勉強が足りないわね。マリア横からそう言ってタラの芽の天ぷらを口に運ぶ。タラって言ったらまず魚が出てくるでしょう。ほんと美味しい。わしはきっぱり言うたった。なんぼまでまかるってな。かつお節も使ってないんですか？本格的ですね。とこれは右もさ。金が惜しいわけやない。金が惜しいわけやないんや。せやけどな、これってうなぎのかば焼きじゃ。土壌さんが箸でつまんでいるのは確かにうなぎのようだった。ああ、それは豆腐と海苔でうなぎに見立ってあるんです。君ら、わしの話聞いてないだろ。聞いてますよ。心外だという口ぶりで全員が答えた。このくだりあと何回、嘘つけ。このくだりあと何回やりますか？あと3、2回ぐらいあります。とまあ、だいたいそういうわけなんや。加山さんのくどくどとした説明が終わったのはあらかた食事が終わってからだった。まあまあ説明したやな。それにしてもまあ同じように復元しましたね。現場検証できた時は津波のせいで内装はひどいありさまでしたけど、敏夫さんが感心したように言う。一から立て直しとなると話は別やが、建物自体は頑丈なもんでな、基礎はほとんど問題なかった。内装の方は三木本くんがたくさん写真を撮ってくれてたんで、それを参考にさせてもらったんや。このシャンデリアやそこにある暖炉なんかも結構な値がしたんじゃないですか？この辺一緒だね。話は暖炉の方は装飾用とはいえ作りがしたりしてしっかりしてたから全く手つけてへんのやけどな。シャンデリアなかなかのええ値段ふっかけられたわ。うん十、いや持ってたか。うん十万、たった一晩のためにそこまでするなんて、こんなもったいない話は聞いたことがない。僕は思わず香山さんに向かって、このシャンデリアいらなくなったらリスってくれませんか？と言いかけたが、マリの目を気にしやめた。やめとけ、そこはやめとけ。と言いかけたが、マリの目を気にしてやめた。一晩泊まるだけならそっくりにしなくたって別に良さそうなもんですけど。敏夫さんも僕と同じことを思ったらしい。もともとお盆っちゅうのは死んだ人間が戻ってくる時期やろ。生前のままにしといた方が戻ってきやすいんとちゃうか？死者が戻ってくるという言い方はなんだかゾンビになって戻ってくるみたいでドキッとさせる。ドアにお札みたいなものが貼ってある部屋がありましたけど、僕は気になっていたことを尋ねる。あれは絶対剥がしちゃあかんで。島の呪いはものごっつい強いものやさかい、それを解くには相当なエネルギーが必要なんや。そのエネルギーを貯めるために魔法陣を組んであるんやからな。加山さんは真剣そのものの口調でそう言ったが、そのものを信じている人は春子さんを含めて一人もいないようだった。しかしそれも一風変わった加山さんなりの供養なんだろうと理解しているのか、誰もわざわざ異論を唱えたりはしないんということだけのことらしい。そういえばかのこちゃんはとうとう降りてきませんでしたね。大丈夫なんですか？とマリ。大丈夫だと思うけどね。恵子ちゃんではなくなぜか三木本さんが答える。またか。不審に思う僕の目つきに気がついたのか、三木本さんがこう付け足した。実はかのこちゃんは今僕のアシスタントをしてくれているんだ。へえ、じゃあお色は辞めちゃったんですか？とマリが尋ねながら恵子ちゃんと三木本さんの顔を交互に見る。僕と同様なんだか妙な空気を感じ取っているようだ。うん、写真の仕事に興味を覚えたらしくてね。そうですか。マリはそれ以上聞かず、でもこんな美味しい料理を食べ損なうなんてもったいないですよね。何か食べられるようでしたら軽いものでも作ってお持ちしますけど。と春子さん。ありがとうございます。それじゃあお願いします。僕は気になって三木本さんに質問した。
かなこちゃんはどのくらいかなこちゃんとはどのくらいになるんですか。やぼザ・やぼな質問やな。僕は話題を変えようと加山さんに向き直っていった。ハルコさんと別れる前は毎日こんな美味しい、やぼ、どっちもやぼだでもまあええかな。僕は気になって三木本さんに質問した。かなこちゃんとはどのくらいになるんですか。そしてトールはけいこちゃんの地雷を踏んだ。余計なこと言わないのと、マリが僕の脇腹をつつく。普通に痛そうやったね、今の音。どのくらいって言っても、まだ半年くらいかな。うん、よくやってくれてるよ。まだレフ板持ちとか、買い出しとか、その程度のことしか任せられないんだけどね。三木本さんは、かのこちゃんのことはあまり話したくないようだった。まあ、ちょっと言い寄られて困ってるみたいなとこあるんじゃないの。チラチラと遠慮がちに、けいこちゃんの方を気にしている。けいこちゃんに気を使ってって感じか。ってことは2人からもうバンバンモテたってことなんだよね、きっと。三木本さんはいいな。3人の間で何かがあったことは僕でもなんとなく想像がついた。お前でもわかるんだから相当だな。親友同士だった女の子の片方が相手に抜きがけし男を作る。それが友情で、それで友情が壊れてしまうといった類の話はよくあることだ。これ以上突っ込んだ話を聞くのもさすがにためらわれて、さて次はどんな話題にしようかと思案していると。なんや、君はあんまり食欲ないんか。気まずい沈黙を破って、加山さんが敏夫さんに話しかけた。そう言われてみて初めて気がついたが、みんな綺麗に平らげているのに、敏夫さんの前の料理だけは半分近く残されている。すみません。料理は本当美味しいんですけど、あんまりそういう気分になれなくて。だってそうでしょ？もともとここは不気味な場所だし、たくさんの人が亡くなった。それに、緑は。敏夫さんは言葉を切って唇を噛む。みんな無意識に無理をして明るく振る舞っていたのかもしれない。敏夫さんの言葉に一転して重苦しい空気に変わってしまった。わしもな、ここに来るといろいろ考えてまうんや。もし夏美がマニキュアを盗んだりせんかったら、あいつは死なんで済んだんちゃうかとか、そもそもわしがあいつをここに連れてこんかったらよかったんとか。敏夫さんはかすかにうなずく。本当にそうです。もし緑があの吹雪の夜買い出しに行ってなかったら、あの日が吹雪じゃなかったら、河村明がママさんとの何の関係もない他人だったら。敏夫さんは僕の方を見つめると意外なことを口にした。トール君、緑が買い出しに行くことになったのは何でだったか覚えてるかい。え、さあ、ほら、地下室だよ。地下室？シュプールの地下室ですか。そうだよ。地下室が一体何だったんだろうと考えたが分からなかった。いずれにしても些細なことだったのだろう。今になっていろいろ考えたところで仕方がない。その時、この間シュプールの地下室で鍵を見つけたことを思い出した。そういえば僕、この前シュプールを手伝ってる時にワインセラーで鍵を拾ったんですよ。これ2回目の下りだけどさ、敏夫さんが何を言いたかったのか気になるね。こう2回見てみると、それが不思議なことに、この三日月館で見かけるのと同じキスだらけの紋章がついていたんです。この館のどっかの鍵じゃないかと思って持ってきました。これなんですけど。僕はポケットに入れて持ってきた鍵をみんなに見せた。ほう。加山さんは目を輝かせて身を乗り出してきた。そら、もしかしたら宝の鍵かもしれんな。宝？船長から聞いたんやけどな。なんでも傷だらけの財宝っちゅうのがこの館に隠されとるっちゅう噂があるらしいね。まあ、いつばやと思っとったんやけど、もしかするともしかするかもしれへんな。じゃあもし見つかったら山開けってことで鍵をあげますよ。なんでやねん、別に鍵なんかなかったってぶち壊したらええやないか。今思ったらあんな床に埋まってる扉ぶち壊しようもないよね。相当難しいんじゃない、あれぶち壊すって。乱暴だが確かにそうだ。俺もその話を地元の人が聞きましたよ。三木本さんが口を挟んだ。でも宝を狙って館に行った人は帰ってこないっていう噂があって、地元の人たちは敬遠してるみたいでしたね。あのかまいたちの2のさ、一番最後のシナリオがちょっと洞窟探検っていう宝探しっぽいストーリーだったんだけど、あの話とちょっとリンクしてたりすんのかな。そんなのはよくある田舎の迷信だ。僕は気にかけないようにした。こういう言い伝えは大抵当たる。僕は急に空恐ろしくなった。これは本物だ、あんさと財宝があるに違いない。僕は興奮に鼻を膨らませた。まあ通るかな、通るかなじゃないわ、 C かな。これは本物だ。あんさかと財宝があるに違いない。僕は興奮に鼻を膨らませた。
どっちにしても噂や噂。加山さんが気のない素振りで言う。でも昔から言うじゃないですか、火のないところに煙は立たぬって。こういう言い伝えっていうのは、大抵お宝に近づこうとする連中を警戒させるためにでっち上げられたものですよ。でも触らぬ神にたたりなしとも言うぞ、と右本さん。俺も詳しく聞いたわけじゃないが、最近地元で行方不明になった人がいるらしい。その人はしょっちゅうこの島に来ていたんだが、その目的は村の人たちもよく知らなかったそうだ。それがある日突然帰ってこなくなったんだとか。本当ですか。信じる信じないは勝手だがね。やっぱり僕財宝はいいです。加山さん、修復するのにお金がかかったみたいだから、どうぞ独り占めしてください。こいつ、こいつもこいつやな、本当。とりあえず館を修復した業者に怪しい場所がなかったか、後で電話で聞いてみるわ。とりあえずわしがそれ預かっとこうか。一瞬宝に未練を感じないでもなかったが、そういうものには近づかない方が身のためだという気がして、鍵を加山さんに渡した。電話ってかかるようになったんですか？とマリ。ああ、わしの部屋にある電話は使えるようにしといた。携帯電話は丘の上まで行かんと繋がらんからな。ケイコちゃんがおずおずと言った様子で加山さんに話しかけた。ん？なんや？ちょっと長くなってきたから、ここで一旦止めていい？はい。ってことで、また次回、この続きからやっていきますので、ちょっとこの辺の下りは一緒だからね、もしかしたらちょっと、まだしばらく続くかもしんないけど、ごめんね。また展開は変わっていくとは思いますので、よかったらまたこの続きも見てやってくれると嬉しいです。それでは、またね。